なもんか。ウンディーネとボルトが相対関係だったんだから、ノームの場合は。イフリートを同時に目覚めさせれば、マナの流れを分断できるのか。シルフです。もう、何度教えれば覚えてくれるのかしら。シルバラントの学力レベルは底辺に合わせているのだな。まあな。ロイドさん、それ褒められていません。じゃあやるよ。お前召喚士だな。俺はミトスと契約しちゃってるぞ。またミトスの名前が出たね。ミトスってすごいんだね。我はシーナ。ノームがミトスとの契約を破棄し、我と契約することを望む。お前、堅苦しい喋り方するな。だって、こういう風にしろって習ったんだよ。まあいいや。じゃあ、ちょっと揉んでやるからよ。Thank you.
かったのによ。まあいいや、誓いを立てやがれ。なんかやりにくいね。二つの世界がお互いを犠牲にしなくてもいい世界を作るためにあんたの力を貸しとくれ。うん、まあいいや、俺の力姉ちゃんたちに貸してやる。あとはシルフと契約すればまた一つマナの流れを分断できるな。次はどうしますか？確かフラノールの近くに氷の精霊セルシウスがいると聞いたことがあるな。よし、探してみるか。